こちら、一見普通のリュックに見えますが、背中の部分に浮力材が入っていて、浮き輪代わりとしても使うことができます。このリュックは、空の状態だと80キロの体重に耐えられるほどの浮力があるということです。岡山高島屋の特設コーナーには、およそ60種類の防災用品が並んでいます。災害時に役立つ道具や食品をまとめた防災セットは、車に備えておくものや女性向けのものなど品揃えが豊富です。他にも組み立てが簡単でアウトドアにも使えるテントや、火を使わずに調理できるご飯などの非常食が売れ筋だということです。地震ありましたし、今も台風が近づいているということで、例年よりもお客様のその防災グッズ、防災対策に関する意識というのはかなり高まっているんじゃないかなというふうに思います。このコーナーは来月10日までで、1日には岡山市消防局によるイベントが開かれます。